南年市は中華、人民共和国構成チワン族自治区の主婦である。歴史的な干渉はだが、近年緑化が進んでいることから、緑城とも言われる。チワン族が、全市人口の56.3%を占める。紀元前214年新の南南征服により、京林軍に属し、公衆をととする南越王国を経て、紀元前111年に、 関の移林軍となった。318年に、東進が移林軍から、進む教軍を分置し、進む教権を置いた。これが、今日の南寧の始まりである。東大には、州が設置され、これが、今日の南寧の干渉の起源となる。現代には、州路が、南寧路に改められ、南寧の名が起こった。秋夜には、南寧府が置かれて、 厚生不正出資に属し、新代には、競林を紹介とする厚生省に属した。新外革命後、厚生軍政府は1913年競林から南寧に章頭を移したが、1936年には、再び競林に戻った。日中戦争では二度日本軍に占領されている。1949年12月4日、人民解放軍が南寧に入場し、 1950年1月23日、南寧市人民政府が正式に成立した。同年2月8日、厚生省人民政府が成立すると、南寧をショートとした。その後、幾度かの変遷を経て1958年3月5日現在の厚生相続自治区が成立し、南寧市が自治区主婦となった。1968年には、 文化大革命により、南年市革命委員会が成立するが、1980年には、正式に、市人民政府が復活する。1992年6月15日、国務院の決定により、南年市は、対外開放都市となった。過去に、関東省からの移住者が多かったため、主に白和を使用していたが、1996年からの、 普通話重点教育により、白話を話せない若者が増えているのが現状。ただし、年配者同士の会話は依然白話である。自治区中南部の南寧盆地を流れる高梁岩に位置する。郝は、玉江支流の西への支流、内江の南寧市付近における別名であり、河川航路により海に出ることができる。ベトナム国境から1 6 0の地点にあり、 中国と、東南アジアとの貿易上重要な都市となる。海洋から遠くないため、高温多湿である。七市かつく、一県一級、市、四県を管轄下に置く。厚生省南寧千区竹なる仙区厚生省,南厚生省、南寧市品陽仙区葛西チワン族自治区品、陽仙区葛西チワン族自治区内仙区葛西。 チワン族自治区カツラワン族自治州、厚生ワン族自治区南寧市ネイセ泉区、厚生ワン族自治区南寧地区厚生ワン族自治区、南寧市自治区と、南寧は2004年以降中国アセアン博覧会の定例開催地となっており、合わせてアセアンビジネス、投資サミットも開催されている。国家級開発区小級開発区一律一人民元化者駅周辺には、 公共バスの停留所が5つある。公立私立。ありがとうございます。